ファラオさんに祈ってらっしゃるの？いや本当にファラオさんになるんですよね。そう、最後にはもし失敗したらファラオになっちゃいますよ。それだけは絶対嫌なので頑張ります。すごく傷つくんですが女たてらに度胸は満点、ナナオ、ミイラの魔攻略なるか。ナナオさん、お家に彼かなんか来た時はお料理とか作っちゃったりするわけですか？そうですね、多少は。あ、そういうこと？料理をよく作るという七尾さんに問題です。ミイラ製造機が作動します。怖いよ。問題、惚れ直してしまう彼女の手料理ランキングトップ15のうち7つ答えなさい。ハンバーグ、グラタン、なになに、ハンバーグ、カレー、オムライス、なんだ、肉じゃが、これお味噌汁入ってる、お味噌汁、なになになに、チャーハン、わー入ってるよ、餃子、餃子、餃子、なんだなんだなんだ、なんだろう。20秒前、言ってとりあえず言いなさい、言いなさい、ちょっと待って、焼き魚とか。10秒前、なになになに、待って待って、わかんないわかんない、なに、なんだろう。5秒前、これ直してしまう、3、2、1。七尾さん、チャレンジ失敗です。あれ、オスカートンじゃない、オスカートン、オスカートン出来上がった、めっちゃ綺麗。唐揚げとかね。あ、唐揚げなんだ。味噌汁とかね。そんなんでよかったの？そんなんでいいんですよ。そんな。迫る法廷の前に持ち前の度胸も語らんし、七尾、ファラオ像獲得ならず。若手エース候補の山内と三代目総監督の対決で顔面ラップも見納め。私夢で今日鼻が潰れる夢、でも鼻からも突き破って自分の殻もそのまま突き破れたらいいなって思います。いいね、すごい。深井、ビンゴの11年半の歴史のそれこそ3本の指に入るぐらいの名シーンを残したいと思います。じゃあ行きましょう。それでは顔面ラップ対決、よーい、スタート。それともやってみて、どうやった山内？なんか夢の感覚でした。夢と一緒やな。なんか爽快感にあふれてます。なんか確かに顔が爽やかになって、すごい楽しかった。山口さん、いや見物ですね。今終わった、今から始まるみたいな見る前の意見やない。続いては、では木本かの、木本に当ててもらう中身はこちら。水が何、おならしたらしい。おならはしてないです。
なんか来ました。でもこれ分かったと思う。分かった。じゃあキモト正解をお願いします。タコ。ただ見てください。ルールは簡単。プレイヤーはさまざまな形にくり抜かれた壁を的確なポーズで吸い抜けられると10ポイント獲得。しかし抜けられない場合は壁に激突、泡で水の中へ。さあどんなポーズで吸い抜けたらいいのか。どう使って壁。おっとさすが、さすがです。足を交互に180度回転。クリアなるか。爆発。素晴らしい。これはもう文字道くんならではですね。見事。お見事。さすがだ。10ポイント獲得。これはお、さあどんなポーズで吸い抜けたらいいのか。どう使って考えてください。インリンオブジョイトイの MG 対決。いいんだ、いけいけいけ。さあ行くか。あーここでいい感じ。形は合ってるんだよね。まだいけるね。あちょっと上がっちゃった。えさあこの形はどんなコースで吸い抜けたらいいのか。脳を使って考えて。さあ止まってきます。高さも慎重には横の長さが少し足りないか。ちょっと足りないか。さあこの形はどんなコースで吸い抜けたらいいのか。脳を使って考えて。脳を使って考えて。6時25分です。さあどうだ。すり抜けたらいいんでしょうか。どう使って考えて。イナバウアーです。イナバウアーは練習してるから。さあどうだ。全員クリアしたのに対し四流芸人チームも負けじと2枚クリア。40点差で勝負は団体戦へ。よし、よし、よし、これは無理。どう使って考えて。さあ行け行け。これ無理、絶対無理。さあ落ちろ。団体戦で落ちろ。さあどんなポーズすり抜けたらいいのか。どうやって考えるか。この皆さんに2人は取れない。さあどうだ。さあ考えてください。もうかかって考えて。もうかかって考えて。千手観音だ。千手観音です。さあどうだ。優勝。
勢いでぶっ壊してねえかお前。美術さんが一生懸命作ってくれたセットを洗濯わさび地獄だ。さあ顔をこっち向けて洗濯わさびとりあえずつけるから、はい、え痛くないと、うん、僕まで痛っ僕も、ね、はい、じゃあこれ鼻なんかも、鼻いくよ、はいはい、鼻見やすいですか。これなっち、あ、ね、大丈夫これ大丈夫。どうぞ。はい、皆さんはじめまして、チーム K の19歳さやかこと秋元さやかです。1時、 AKB1 時59分、皆さんと一緒に楽しい番組にしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よく言えました。はい、じゃあ君はじゃあプロデューサーと同じ名前だから一つあげる。